佐ぬ国分寺は、香川県高松市国分寺町国分にある神言、総室派の寺院。四国八十八箇所令場の第八十番札所。札所寺院としては単に国分寺と称するのが通例である。奈良時代に、聖武天皇の御事のりにより、日本各地に混流された国分寺のうち、佐ぬ国国分寺の後継寺院にあたる。本校では、 現寺院と共に、創建当時の史跡である佐ヌ国分寺跡についても解説する。高松市西部、国部大丘陵の南に立つ。佐ヌ国府跡推定地の東方2キロメートルに位置し、一帯は佐ヌ国の中心地であり多くの遺跡が発掘されている。現在の境内は、創建当時の国分寺の伽藍と重複している。 ガラン跡は全国に残る国分寺跡の中でも保存状態が良く国の特別史跡に指定されている。なお国分寺跡で特別史跡であるのは当時の他に東東海国分寺跡と日立国分寺跡のみである。その他、本堂、本尊、土償が国の重要文化財に指定されている。国分寺は天平13年。 聖武天皇が発した国分寺建立の御事のりにより、全国68カ所に建立されたとされ、当時もその頃の創建と推測される。自伝では、行記が、上六の十一面千術観世音菩薩を本尊として、回帰したとされる。史実としての具体的な創建年は定かでない。俗日本期には、天平商法八年に、佐抜国を含む十六カ国の国分寺に、 仏具等、歌詞との記載があり、この頃に時間が整っていたと考えられる。明徳二年の文献には、当時が最大寺の末寺である旨が記されており、その他の文献から鎌倉末期までには最大寺末となっていたと推測されており、現存本堂の建造も最大寺系の層が関わっていたものと考えられる。天正の陛下により、 本堂と本尊と主城を残しほとんどが消失した。その後、江戸時代には、佐抜高松藩主から数形され、六十三国前後の、寺療寄進を受けた。下剤天造に黄門をくぐり八十八箇所の石像が、両脇に並ぶ山道を進むと左に、縁間堂があり右に、四国最古の釣り金があり、さらに行くと、祖石の並ぶ間を行き小さな橋を渡ると正面に、本堂が立つ。 本堂を背に左手を進むと白い多宝塔があり、それが大指堂である。その右の門から変路用品の並ぶ店内に入ると、そこが大指堂拝殿であり、農協所でもある。参拝には、最短でも10分かかるとのことで、午後4時50分以降は、閉門され入場できない。石像復元模型手前に近道、奥に70頭。 発掘調査で明らかとなった奈良時代の地域は南北240メートル、東西220メートルで、現在の国分寺や東隣にある宝林寺を含んでいる。ガランは大幹大寺式ガラン配置で、中門、近道、高堂が南北一直線上に並び、中門と近道を回廊で結んだ内側の区画の東側に塔が建てられていた。移行の保存状況はよく、 本堂、七十刀などの礎石が現地に残っている。現国分寺の本堂は奈良時代の行道跡に立ち、現本堂はこの礎石を再利用している。他に、回廊、僧帽、首廊、掘立柱建物、築地塀の遺構が発掘で確認されているほか、中門、南大門があったと推定される。旧伽藍跡は遺跡公園として整備され。 奈良時代のガランが、縮尺10分の1の石像模型で、再現されているほか、築地米の一部が実物大で復元されている。また、僧帽跡は、残存状況が良好であったため以降、大やで、多い、建物の一部が復元されている。道章さぬき国部はマデラの近藤跡祖跡四国霊場会の先達経典では、他の三県は、国分寺であるが、 さぬきのみ国分寺を使っている。これは、法人登記したときこの文字で登録されたためである。俗日本記、天平商法8年12月20日上。ABC、香川県の地名国分寺校明徳2年9月28日の、最大寺諸国末寺長。ABCD、特別史跡さぬき国分寺跡史跡ガイドブック。高松市文化財化。 道章現地説明版、さぬき国分寺総合跡及び大谷現地、説明版、築地米国分寺本堂。木造千樹観論立像道章。さぬき国分寺跡。府中三内が弱跡。さぬき国分寺跡に関するカテゴリー。ありがとうございます。